いろいろ本を読みまして、そのクリーニングの仕方がいろいろな書き方がしてあるので、よくわからないと。つまり自分に責任がある。自分の問題はすべて、自分の、潜在意識の中の記憶が、原因だと。だから、そのクリーニングするのは、その記憶に対してするんだという書き方がありますが、別のところでは今日もお話ありましたけども、自分が乗る、飛行機に、ありがとうとか、愛してるとか言う。つまりその、起こっている問題に対して、それをクリーニングするのが、自分の心の中の潜在意識の中の記憶を、に対してクリーニングするのか、その両方の書き方があるんですけども、それはどっちも正しいんですか？私たちがクリーニングをしているのは、私たちの中の過ち、エラーの部分。And the memory is playing whatever error we have created in us. で、記憶というのは私たちの中に作り出したものなんであれ、それを再生しているんです。And those errors block the light from coming through. で、そのエラーがあるためにこの光が通ることができないわけです。クリーニングするというときは、何か問題があったときにするのか、それとも問題がないのに、例えば、玉入りラファエルビッチさんの本を読むと、自転車を踏むように、自転車の漕ぐようにずっとクリーニングしなさいと書いてあるんですけども。According to Kr's book, it says that clean as if you run a bicycle. ですから、何も問題を感じてないときも、ただ4つの言葉を言えばいいんですか？ Do I just say, repeatedly say those four phrases? He's asking an intellectual question. 今なさっているご質問はですね、頭からの知的な質問をなさっておられます。So, the subconscious wants to feel loved by you. で、潜在意識はあなたに愛されてるんだということを感じたいの。And if you do the cleaning enough, the subconscious will do it for you. で、あなたが十分にクリーニングをなさると、今度はあなたの潜在意識があなたに代わってクリーニングをしてくれるようになります。And you don't even have to do it again. その時はですね、自分でやってるっていう感じがもうなくなるかもしれないんですね。もうあなたが意識的にやるっていうことをしなくてもよくなるかもしれない。スーパーコンピューターバンク。もう潜在意識はスーパーコンピューターバンクです。Yeah, if you do your cleaning, the super computer goes, oh, okay, I can do that. I can do that. あなたがクリーニングを続けておられると、そのスーパーコンピューターの部分が、okay, あ、自分にもできるんだ。じゃあ、やろう。ということでやってくれます。もう一つすみません。いいですか？いや、今さっき潜在意識にクリーニングの仕方を教えてあげなさいと言われました。あれは、まず自分が問題を起こったときは自分の潜在意識の中の記憶に対してクリーニング。まあ、どういう、記憶のどの部分がこの問題を起こしているんですかと。尋ねて、リブニティに尋ねて、それで4つの答えを言うと。これは私の問題。そしたら、その時は、今の潜在意識に対してクリーニングの仕方を教えるということは、その具体的な方法は、要するに、この問題、これからずっといろんな問題についてクリーニングをしますから、ウニヒピリを助けて協力してくださいと。そしてクリーニングを、クリーニングをするのは、should I tell ウニヒピリ that I am going to clean about various issues, so will you help me clean? そういうふうに言って、クリーニングというのは、今言った4つの言葉を言うんですよと、そういうふうに教えるんです。All we want him to do is do it.ただ、あなたがクリーニングの作業をなさるということをしていただきたい。And once he does it enough, the subconscious will do it. で、
あなたが十分な頻度で十分なクリーニングをなさったときに潜在意識がやってくれるようになるでしょう。ありがとうございます。Thank you.